ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2024年の9月の17日、火曜日です。今日は先ほどですね、石丸伸さんのミートアップの動画を放送を見ました。昨日ね、夜流された動画であります。それ今見たところで見終えたところであります。そして、思い出したんですが、それ見ながら思い出したんですが、東出さんというあの映画俳優の方が彦根ですか、彦根でピンチヒッターで中石丸さんとこは会って話をする動画を見たんですね。それで、東出さんとは面白い俳優さんだなと思ってですね、遠くに世界の果てに東出とひろゆきを置いてきたという番組があるんですが、これを十何本だと見ましたね。いや、非常に面白いんですが、ひろゆきさんと東出さんのこのトークとかですね、旅を、していく旅の番組なんですが、これはリハックとアベマが一緒にやってるのかな。すごく面白い番組ですね。あれを見て、また東出さんの魅力をね、今までどころじゃない、ぐわっとすごい魅力がある、人間的な魅力があるんですが、映画俳優としての魅力は、を感じましたね。映画のことをちょっと中で話があるもんですから、そう聞いていてね、いやーすごいな、これ映画俳優としてこれ、ものすごい大きな存在になるんではないかなと思っていましたら、昨日ですね、将軍というアメリカでエミー賞18冠というね、主演男優賞を取られた真田広之さんの話題が、新聞にも大きく載っておりますし、テレビでもかなりやっておりましたが、その時思ったんですね、真田広之さんと東出さんが共演したらね、これ面白い映画になるんじゃないかなと思ってね、今日は真田広之さんのアメリカでの大活躍を見ていました。いやー、日本もなんかいい映画がこうできるんではないかなということをね、非常に強く思ったところです。そんな中で今日はね、石丸伸さんの本を続けていってみたいと思うんですが、覚悟の論理という本なんですが、その中のこの本は1から、ナンバー33まであるんですが、今日はですね、その中の第4章の変革を起こす項目の中の23、ナンバー23の自分の生き様を守るためなら人は動くというね、この中からお送りしたいと思っております。石丸伸さんと対談した東出さんの魅力がね、ある。その中でまた今日はこれを、自分の生き様を守るためなら人は動くというところを読んでみたいと思います。財政再建を成し遂げる上で誰よりも覚悟を決めてもらわなければいけなかったのが市の職員たちでしたというですね。映画俳優としての東出さんの覚悟というのはね、非常に重なりましてね、頭を出しているところですが、職員たちは厳しい財政状況を知っていました。しかしこれまでの市長と議会の馴れ合いを見ていて声を上げることができなかったのです。そのうちにだんだん危機意識が麻痺していき、自分が定年を迎えるまでは大丈夫だろうと問題を先送りするようになっていった。市長に就任して市の財政状況を詳しく知った私は職員たちに向かってこう言いました。このままだと間違いなく市は潰れます。あと5年か10年は持つでしょうから、今管理職に、ついている人たちはおそらくギリギリ退職金がもらえるでしょう。でも目の前にいる部下たちは地獄を見ることになります。ほうほうほう。そして市長はどうなるのでしょう、市民はどうなるのでしょうか。生まれてきた子供たちは大人になる前に自分の生まれた市が財政破綻することになります。若い世代の人たちはみんな逃げ出します。
残るのは高齢者やなかなか逃げられない弱い立場の人たちです。そうしたことになったら皆さんがこれまで頑張ってきたことは一体何だったのだろうと思いませんか。はあ、こういうことを言ってるんですね。まあこの本は買った時は全部読んだんですが、中はまた忘れていますね。改めて読んでみると、ああそうだったんだということを思い出しながら読んでおります。この問題は職員たちの職業人としての尊厳に関わる問題なのだと話したのです。市の職員たちには必ずこの市のために働いてきたという自負や誇りがあるはずだと私は確信していました。プロフェッショナルとしての職員たちへの信頼があったから、これは短期決戦でやります。議会との衝突も辞さないとも語りました。職員たちはこれが自分の尊厳をかけて取り組むべき問題だと気づき、おのずと覚悟が決まっていったのです。これはね、覚悟の論理という本ですかね。なるほど。まあそうなったところで、今の市長が変わって、その職員さんたちはどうなっているのかなというのはね、ちょっと心配なところもありますし、また力強いところもある反面、半々ぐらいでこれ今読んでいるところです。周囲を巻き込む改革を成し遂げる。ちなみになぜ議会との衝突も辞さないと言えるかというと、財政再建の大部分は議会の意向を無視できるからです。歳出を増やすには議会の承認が必要ですが、歳出を減らすのは市長の権限で実行できます。ここはすごいですね。増やすのはね、確かに議会がもう承認がいるのですが、減す分にいらんのですね。いやいや、これちょっともう見落としていましたね。なるほど。ほうほう、そうすると縮小するにはどんどん市長の権限でできる。まあもちろん既得権が持っている方の大反対を、まあ、合うわけでありますがね。もし今が従来のように市が成長していくことを前提とした社会で、どんどんお金をかけて新しいことをやっていきたいというのが私の戦略だとしたら、議会と衝突してうまくいかなかったでしょう。その場合は他の手を考える必要があったと思います。しかし今は持続可能な市にするために取捨選択をし、優先順位の低いものをどんどんカットしていくことが重要な局面です。それは自分一人の権限でできる。だから議会との衝突も辞さないと言ったのです。しかし私の権限で決められるとしても、私一人が把握できることには限界があります。どこをどう削れば市民にとって良いのか、それを判断するには職員たちの力が必要です。様々な部署で働き現場を知る職員たちに、市長、ここは無駄だと思うのですがどうでしょうと提案してほしい。もしどこを削減するべきかをそもそも考えずに前例を踏襲しているならば、それは非常に問題です。前例を踏襲しているならばそれは非常に問題です。こんな項目がありまして、前例を踏襲してしまうのは自分ごとになっていないから、他人ごとになっているということですか。前例、踏襲はみんなにとって他人事だから起きます。前のやり方を続けることは自分にとって特に深刻な問題ではない。しかも前のやり方から変えようと熱心に取り組んでも、公務員なので特に成果報酬のようなものはなく、自分の給料は上がらない。まあそうですよね。だったらこれまで通りを続けた方が仕事は楽だし、心も痛まない。できるだけサボっていよう。このような思考回路になるのは当然のことです。しかし、これまで市のために尽くしてきた職員たちは、自分の尊厳を守るため、自分ごととしてこの問題を捉えてくれました。自分ごとというのが大切ですよね。仕事が自分の生き様を表すならば、頑張りたいと思うのが人間というものです。目立つことをして怒られないようにしよう。そんな風に消極的だった職員たちが、今は市の将来を
考え、積極的に取り組んでくれている。このことを実感しています。はあ、なるほどですね。自分ごと。自分の生き様を守るために人は動くというね。いやこれはいろんなことに当てはまりますね。まあ、自分がやってる活動などにも当てはまりますね。まあ、今日はですね、一つ一つだったのは、この真田広之さんがね、将軍というテレビドラマで米エミー賞18冠取ったという、これ大ニュースなんですね。でも、黒澤明さん以降、まあ、こう本当にこうドラマとか映画に撮るのに本気でやってる人がね、まあ、いるというのはね、なんかこの真田広之さんの事情を見て改めて思い、そしてそこに、石丸伸二さんとのこの交流の時に、東出さんの魅力を知り、そしてこのその次をもっと日本のドラマとか映画をやるには真田広之さんと東出さんのこの共演、これがこだわってますからね、これはね面白い映画になるんじゃないかなと思って楽しみにしているところであります。おはよう。